はい、神社の寺でございます。皆さんどうもこんにちはということで、昨日10月7日木曜日でしたが、まあね、あの公式から発表されたアップデートはありませんでしたが、実はかなりでかいアップデート行われておりました。もしかしたら以前から変わっていたのかもしれませんが、ちょっとねその辺確認していこうかと思います。では参りましょうか。スタート。はい、ということで本日ですが、10月8日になっておりますが、昨日なんとお知らせの方にセブンナイツ2、10月7日、特別映像公開&事前登録が開始されましたという感じでございます。ですね、まあ昨日本来木曜日だったらいつもセブンナイツのアップデートが行われているんですが、まあ大々的に告知が来たのはこちらでございますと。もうどうやら年内のようですね、セブンナイツ2の方で。レボリューションの方がどうなるんでしょうかね。多分同時期っていうのはないと思うんですよ。ユーザー層が被ってしまって、どっちか片方しか多分おそらく初めの方はねできないと思うんで、もしかしたらレボリューションは来春とかまで行くのかななんてちょっと感じてはおります。どちらにしてもこのレボリューション時代の方が日本版だけの、ゲームになるのか、それともまあこのセブンナイツ2の方はすでに韓国版も出ているので、こちらはまあ多分日本語訳に変えたりみたいな形でゲーム自体は出来上がっているんじゃないかなと思われます。まあ結構早め、11月、12月入ってからの頭ぐらいかな、もしかしたらそんな年末ぐらいに、セブンナイツ2の方プレイできるんじゃないかなと思っております。まあ登録することによってここに書いてあると、だから限定のペットやなんか、ゴールドとかなんか選択できるような感じでいただくことができるので、まあやるかやらないかはあなた次第ですが、一応登録しといてもいいんじゃないかなと僕は思っております。またセブンナイツ2登録、公式 YouTube チャンネルもオープンしておるという感じですね。その辺で動きなんかが見れるという感じになっていますよと。まあこれ韓国版で以前ちょっとちらっとね、あの私もプレイはしてみたんで、怖いね、非常にね。結局ね、リネージュっていうものが、まあ、このネットバブルさん何回も何回も出してきているじゃないですか。大元はそこと一緒だから、果たしてこのセブンナイツ2がどんな形で、盛り上がるのか非常に楽しみな形ではあるけど、まあ昔やってたセブンナイツのユーザーさんたちが戻ってきてワンプレイは多分してくれると思いますよね。はい、長期今5年目ですか、セブンナイツ。もう来年に向かって6年目に向かってはおりますが、このセブンナイツ果たして何年続くかどうかちょっと分かりませんが、サイブレイクのね、形を取ったらねちょっと嬉しいかなと思いますと。おい、ということでまだ他にありますよ。ギルド戦の方ですね。ギルドレギュラーシーズン開幕第57シーズン目ということになっておりますが、まあ以前私も動画の方でご紹介させていただきましたけど、今回で、ギルド人チャンネルの方、今シーズンを最後に、解散をねさせていただきたいなと思います。まあこの状況下になって私がまだギルド引き連れてやっていくっていうのを、プレイのやっぱり時間数とかもだいぶ減ってきてしまいましたし、どうせだったらまあもっとギルマスとしてグイグイ引っ張っていた時期のことを考えたら、もう今はほとんど何も手をつけてないような状況になってしまっているので、ここらで一度解散した方がいいのかなと思って、今シーズンを最後に終了させてもらおうかなと思います。解散ねさせて、ね、皆さんね、あのね勘違いしてるのが非常に多い。僕はセブンナイツそこでやめますよとは言ってないのに、結構ねあの動画を多分前編見てないで、あのさよならジンチャンネルというタイトルであったので、もしかしたら引退するっていう動画と勘違いしてる人多いですね。まだ引退しないんで、あの今シーズンギルドが解散しても、引き続きセブンナイツの方は続けていきますんでね、あの皆さんよろしくお願いいたします。結構ね勘違いしている人がおりますと。今回、ラストシーズンでございますが、メンバー的には30分の26、前シーズン、解散発表することによって1人、もうね、あの別のギルドに去った人もいますが、プラスアルファで稼働しているメンバー的には4人ぐらいもこの中で引退しております。4
4人ぐらい動いてないので、実質22人ぐらいで戦っていくという感じになっております。まあ大変かもしれませんけど、うん、最後のシーズン、まあ頑張っていきたいなと思います。シーズン終了した際にはギルドチャンネルをちょっとね、生放送か、収録なのかちょっと分かりませんが、放送させていただきたいなと思います。生がいいからね、そしたらね、昔のもしかしたらギルドメンバーも参加してくれたら嬉しいかなと思っております。はい、ということで他にもお知らせがあります。まあこの辺でしょうかね。バルハラ装備、この辺どうですか。先週から来てました。バルハラ装備、アーティファクト、パッケージ、そしてエンチャイベントが開催されましたということですね。こちらですね、結構ね、このエンチャイベント、前回の時5段階目まで3、4回行けたので、もう僕いつもは4まで行ったら止めておくっていう形をとっていましたが、今度はね、こうやって、おお、出たよ、こんな感じ奇跡で出たよ。この結構ね、昔に比べたらね、5段階までね、行ける確率がなんか高くなったのかなって思っております。おいおいおい、もう一回行っちゃう。あ、さすがにそこまではいかないか。じゃあもう一回行きましょうか。可能性あるんで、みんなね、ちょっとね、5を狙ってもいいんじゃないかなと思います。まあベターは4がいいかなと思います。報酬リスト的には4でも3000もらえますからね。3000を7回でオーバー、7回狙う、まあまあちょっと微妙なところだね。2万と3000だね。はい、そしてお知らせの方ではここまでかな、ここまでかな。皆さんね、一点見つけたところがあるんですよ。装備のとこ行ってください。これは非常に大きなアップデートですよ。まずここから、例えば悪性系ですね、悪性系行って全体を押してください。今まではもちろんこの辺の免疫系、気絶から、まあ、毒までザーッときました、ザーッときました。下の方見ていってください。こっから見ていきますと、今までなかった復活があります。復活リングを検索するで機能がついに入りました。プラスアルファまだ他にもあります。出撃なんかもあります。出撃系で、あと一つ、あと一つどころじゃない、かなり増えてますよ。急所攻撃、機敏な動き、そして回復負荷、覚醒ゲージ減少、ターン性バフ減少、回数性バフ減なんかも入っております。ついに検索機能にこの条件が入ったので、ほぼ一発で装備を探すことができるようになりました。アクセに関しては非常に大きなアップデートです。この辺を一切お知らせに書き込んでないんですよ。これめちゃくちゃ運営さん頑張ってくれましたからね。まあ今更感はありますけど、ようやくという感じでしょうか。ただ一点ね、一個だけ欲しかったのは、ここには弱ダメとか栗ダメは昔からあったんですよ。固定ダメージ欲しかったな。特にですよ、こっちの宝石の方を見ていきますと、検索かけます。多分ね、こっちね、クールタイム短縮とかあったっけ。あとはこの辺変わってないから、ちょっとね、記憶的にわからないですけど、もしここの宝石系だったら、今石化系が出てきて、固定ダメージとか消滅負荷とかっていう検索ができると、石化自体で検索できるから、ちょっとね、嬉しいかなと。この辺でクールタイム延長免疫とか、ヒットポイント変化免疫とか、 HP20% 上昇とかの検索機能がまだできてないんで、これできると嬉しいね。次の段階としてはこっちももうやってほしいところだね。ということなので、ただこれあっただけで相当検索楽になりますよ。うん、これ大きなアップデートだったね。お知らせのね、この不具合系のところにも書いてないんですよね。検索しやすくなりましたよみたいな、10月5日。これでも皆さん、もしかしたら昨日のアップデートなかった日じゃない時に、すでにもしかしたら皆さん気づいてる方は気づいていたのかもしれませんけどね。はい、ということで、まあ今回のお知らせはこんなところでしょうかね。はい、ということで最後にですが、皆さん、アルヤンロードのこの画面が
また9月16日メンテナンス前までに戻っております。ここのね、画面あるやんちゃんの頭の上のところね、一回これすぐね差し替えあったんだけどね、また戻っちゃってます。結果的には10月14日来週ですね、来週木曜日かな、来週も14日か、そうですね、来週の木曜日に新たな新キャラが出てくるようですが、やっぱりどうやらイザベラ確定のようです。ちょっとね、どんなステータスになるかわからないのが気になりますが、おそらく年内イザベラとあともう一体、もう一体目は新年キャラと年末新年キャラぶっ壊れキャラ系と思っております。だいぶね、やっぱね2ヶ月あるとルビー貯めることできるね。うん、このペースだと課金せずともルビーが無償ルビーもう1万9000貯まってますからね。だからまあアルヤン引けよっていう話もありますが、そうだね、確定マリー持っててもいいわな。アルヤン枠的に1なんだよね、アルヤン枠ね。だから調合ができるようにずっと待ってても結構時間がかかるって言ったら時間がかかるんだよね。そうなると次のイザベラがどこの枠に入ってくるかっていうのもちょっとね、気になるところではありますがね。はい、まあちょっと今僕のアリーナの編成的にはアルヤンいなくてもなんとなく進めてはいられるので、ここまでにしてね、ガチャはやめておこうかと思います。もしよかったらグッドボタンでチャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました。